FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.さあ時刻が11時16分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階のスタジオから生放送フライデーブランニュークルーズです。続いてのコーナーはシティホール水戸、先週はもうねシティホール水戸を拡大版ということで、3時まで三の丸庁舎水戸市役所三の丸臨時庁舎から公開生放送でお送りしたんですが、今日はですね通常通りこの時間、およそ10分間ですね、ゲストをお招きしてます。ご紹介しましょう、今日は水戸市役所人事課の石塚美也、課長補佐と、お願いします。浅戸博之係長です。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。いやもうね今日のテーマがあの番組テーマ朝から7時からやってるんですけどねデュオなんですが素敵なデュオでドリームズカムトゥルーかと思いましたよ。ありがとうございます、いつかデビューしたいと思いますの、ね、でよろしくこれをきっかけによろしくお願いいたします。サイマルラジオをご覧になっている方は左側がね、石塚課長補佐で右側が浅戸係長で、いつもはですか市役所では浅戸係長って呼ばれてるんですか。そうですね。あ、そうですか、ね、相性とかないんですか。いや役所の時の相性とかは特につかないですか、はい、ねえあだ名とか素敵なあの沖縄人なので沖縄人、はい、沖縄からわざわざ水戸を受験してくれたのでいや、はい、今日ね7月13日でね何の日かないかなと思ったら、うん、ないさでなんくるないさなんくるさそうさかなと思ったんですけどね時間も限りがありますんで今日は市役所人事課のお二人ということで、はい、今年度水戸市役所の採用試験について募集内容が決まって発表されたということなんですが、はい、じゃあまずは石塚さんから、はい、その今回大きなテーマが打ち出されたということで、はい、今年はテーマを作りまして、内容がみんなで作ろう魅力都市来たれ粘り強い人というキャッチフレーズを作らせていただきまして、水戸といえば、納豆ですね。当たり、当たりですがその納豆のように、はい、粘り強くて、うん、困難なことにも簡単に投げ出さないで、うん、最後までやり遂げていくような職員、うん、そういう仲間を私たちと一緒に働いていただける職員を募集するという意味で、そういう意味を込めまして作りました。もうねこの間納豆の日でしたよね、はい、ちょうどね火曜日が、はい、粘り強い、はい、うん、石塚さんも納豆大好きで大好きです。浅戸さんも大好きです。そうですか、はい、納豆のような人たちを、はい、はい、わかりました。お願いします。はい、では浅戸さんからそのね試験内容ですとか、今年の試験からちょっと新しいことを変わったことをちょっと始めたとかっていうねご紹介があるということなんですが、はいはい、まず今回実施する職員の試験の募集内容なんですけど、はい、まあ、職種なんかについては事務、土木、建築、あとは、まあ、管理栄養士、保健師、保育士、幼稚園教諭、消防、まあ、はい、大きくこういう職種になるんですけれども、で今回 の, 試験 の, 実施にあたって2つ大きな特徴があって、2つ、はい、まず2つのうちの1つっていうのが、まあ、これまで事務について、まあ、教養試験を中心に、まあ、面接、集団討論とかをやっていたんですけれども、まあ、いろんな災害とか、はい、あるいは、まあ、市民ニーズとか、まあ、いろんな声が出てくる中で、まあ職員の採用の仕方ももう少しちょっと変えてみないかっていうことがありまして、うん、事務に特別選抜の区分を設けまして、特別選抜の区分が新たに設けたということで、はい、でその受験資格の方は地域活動ボランティア活動に顕著な実績がある人、おそれとあとは、大学の方からの、はい、まあ、人物についての、まあ、推薦をもらえるような人、それとあと今年度に卒業見込みの人っていう、うん、この3つが受験資格として設けています、はい、で試験内容の方が教養試験に変えまして、ボランティア活動、地域活動なんかの、実績を評価するとともに、まあ、それ以外 の, 試験については他の職種と同じように、集団討論や個別面接、そういったもので、合評を決定していくというような内容になっています。なるほど。じゃあ今までのように、ね、こう普通の教養試験じゃなくて、教養試験に加えてですね、まあ、変えてっていうことですね。なるほど、まあ、変えて、はい、教養試験はその特別枠の方は
実施しなくて。あ、そうなんですね、はい、免除みたいな。そうですね、まあ、あのその教養試験の変えたものがあの地域活動ボランティア活動の実績を見るっていう、自己 PR シートを書いていただいて、それがその代わりになりますね。アピールしてもらいます。それはかなりの、ね、変化です。新たな試みですね。今回何人募集全部で、全体ではあの54人。54人、そのうちこの特別選抜の方は2名程度ということ で、 程度で、はい、分かりました。我こそは、ね、はい、地域のためにという方はぜひ応募してください。あ、まあ、地域活動、ボランティア活動に、まあ、実績があるっていうような、自分であのそれが市政に生かせるっていうような、そういうようなあの活動であったっていう方にはぜひ募集していただきたい。震災からね1年、去年仙台行かれたとかね、岩手行かれたという方たくさんいらっしゃいますからね、はい、これ聞いてる方はね、それをぜひ水戸で役立てたいと、はい、力になりたいという方は、はい、ぜひ応募してください、はいはい。試験のスケジュールはいつですか。そうですね、試験の方のスケジュールの方は、まあ、今ちょうど募集 の、 あの案内の方を配布してまして、はい、で受付の方が7月の28日から、まあ、8月の10日まで、はい、この期間に申し込みをしていただきたいと、はい。で試験の実施日の方については、9月の16日が第一次試験の一次試験一次で、はい、事務につきましてはまあ、教養試験とか論文試験とかあるんですけど、その他にも集団討論を実施するので、はい、事務については9月16、17、2日間にわたって、実施を予定しています。そうですか、わかりました。こちら今ねお話聞いて聞き逃しちゃったとか、またさらにね詳しく聞いてみたいという方は、あさとさんどちらまで連絡すればいいですか。それは水戸市役所の人事課の方ということでご連絡いただいて、電話番号を申し上げます。はい、029-232-932-9120、はい、はい、こちら直通になっております。はい、またホームページの方にも試験の案内の方だったり、申し込み書なんかもダウンロードできるようになってますので、まあ、印刷とかできる方なんかはそちらもご覧いただければと思います。わかりました。静香さん、はい、はい、さらにこのね採用についてどんな人が来てほしいみたいなね、はい、熱い思いがあるそうなんですけども、はい、魅力ある水戸を、うん、やっぱりそういうのは魅力ある職員から作られるということで、ぜひ魅力ある皆さんのチャレンジをお待ちしているということと、あと水戸市の今ホームページで、はい、水戸市職員を目指す皆さんへ向けてということで、高橋市長 の、うん、素敵な熱いメッセージが動画で見れることができますので、はい、これを見ていただいて、その思いに応えるのは私だっていう人はぜひぜひチャレンジして、来年私たちと一緒にお仕事していただきたいと思います。そうですか、お願いします。高橋市長でやっぱり、ね、一緒にお仕事を、ね、されてるわけですけども、市は変わりましたか。そうですね、はい、本当に今市民ニーズの多様な変化に、まあ、本当に、スピード感を持ってやろうっていうことで、はい、そういう感じが、はいはい、市長になって変わったかななんて感じてます。はい、この、ね、番組にもこのスタジオに過去2回、そして先週の三の丸臨時庁舎で1時間、本当に1時間長いのかなと思ったんですけど、あっという間に終わってしまいまして、まだまだお時間足んなかったんですけど、すごく熱いし、はい、話が分かりやすいですよね。で今フェイスブックでお友達になってるんですけども、私が記事を上げると4番目ぐらいにいいねをしていただけるんですスピーディーですよね。確かにスピーディーですよね。はい、石塚さんが最後におっしゃってたその魅力ある職員が必要だということはすごくもう胸に響きましたね。はい、お二人もすごく魅力が明るくて、ありがとうございます。最後にあさとさんが好きなデュオはどんなデュオですか。あ、スピーディーにどうぞ。あ、でもゆずとかは好きです。さっきカトちゃんけんちゃんが。はい、これからね暑くなりますけど、水戸のために、また頑張ってください。はい、ちょっとお時間短かったんですけど、またぜひ来てください。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、水戸市役所人事課の石塚美也さんと浅戸博之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。